レキシントンは、アメリカ合衆国の競争馬シュボバ。タネボバとしても成功し、通算16回のアメリカシュボバチャンピオンとなった。別名ダーレー。対抗は15.3ハンド。相性は、永遠のヒーロー、アメリカのセントサイモン、盲目の英雄。1850年3月17日、アメリカ合衆国ケンタッキー州レキシントンで生まれた。 幼少期の歴史ントンは生産者のエリシャ・ウォーフィールドによってダーレイと名付けられた。これはダーレイ・アラビアンと体格が似ていたためとされる。ウォーフィールド博士はすでに馬参加としてケンタッキーで名声を得ていたが、そろそろ足を洗おうと考えていた。そこで博士はダーレイをある調教師にリースすることにした。その調教師は解放奴隷の黒人で当時の競馬界は 解放奴隷の参入を認めていなかったので、名目上の所有者は、ウォーフィールド博士のままだが、出走などに関わる費用は、この調教師が負担していた。3歳児、ダーレーは5月23日にキーンランド競馬場で、行われたアソシエーションステークスでデビューした。このレースに勝利したダーレーはその4日後に行われた2マイルのシチズンステークスも勝利した。 二戦目のヒートレースを観戦していたリチャード・テン・ブルークはダーレーを機に入りチンジケートを組んでウォーフィールドに2500ドルでの購入を申し込んだ。この時はウォーフィールドは恒例で競馬に対する情熱を失いかけており共同所有者が金に困っていたこともあって売買契約が成立した。ダーレーを購入したブルークは競争場名をレキシントンと改名しテネシー州の旧社へ移送した。 年末にサリーウォーターズとのマッチレースに勝利した、レキシントンは3戦3勝でこの年を終えた。4歳、実4月1日、レキシントンは、ルイジアナ州ニューオーリンズにおける最大のレースとされる、グレートステートポストステークスに勝った。この後、シンジケート内部で、レキシントンの今後の出走計画について、意見の相違があり、 テン・ブルークは5000ドルでチンジケートから所有権を買い取ることになった。1週間後にジョッキークラブパースに出走したが、グレートステートポストステークスで破った、ルコントの前に1回目と2回目のヒートで共に2着に、破れた。その後ブルークは、ルコントのバッシュウェルズに再戦を申し込んだが断られ、さらに新聞で、マッチレースの相手を募集したが相手が見つからなかった。 レキシントンは対戦相手を求めてニューヨークへ移動したが、対戦予定の相手場所が休止して、レースが実現しなかったりしているうちに、調教中に、手綱が壊れて一掃し、怪我をしてしまった。結局、2001勝でこの年のシーズンを終えた。5歳、次主月2日、レキシントンはニューオーリンズのメテリー競馬場において、100ポンドの金量を背負って4マイルを走り、 ロッキークラブパースの1回目のヒートで、ルコントが記録した7分26秒0の世界レコード更新に挑むという内容のレースに出走した。このレースでレキシントンは落鉄しながら7分19秒3、4の走破タイムを記録し、ルコントのレコードを6秒1、4更新することに成功した。この後、レキシントンとルコントの3度目の対決が実現した。 レキシントンは1回目のヒートを圧勝し、2回目のヒートは前日に戦痛を起こし体調面に不安を抱えていたルコントが危険したため単装で勝利した。ルコント陣営はレキシントンに対し4度目の対戦を要求したが、この頃レキシントンは左右の視力を失いつつあり、競争馬を引退して種ボバとなった。種付け量は100ドルに設定された。 1856年、ブルークは南北戦争直前の殺伐とした世上を嫌って、イギリスへ渡り、レキシントンを1万5000ドルで、ロバート A ・アリグザンダーに売却した。この売却額は相当高額とされ、人々はバカな買い物をしたとアリグザンダーを嘲笑したが、アリグザンダーは、レキシントンの産区をそれ以上で売ってみせると発言した。実際にアリグザンダーは、 サンクの一頭ノーフォークを1万5千0 0 1ドルで売却し、この話を実現してみせた。タネボバとしての歴ントンは、計16回、リーディングサイヤーを獲得した。サンクは514頭で、そのうち413頭が競争馬となり、236頭が勝ち倉を上げたと、される。グルードメアサイヤーとしてもアメリカ三冠の優勝馬を11頭、排出する活躍を見せた。 レキシントン自身は盲目ながら大切にされ、1875年7月1日に、老衰のためアリグザンダーが経営するウッドバーン牧場で死亡した。遺体は初め、ウッドバーン牧場に埋葬されたが、間もなく骨格を組み立てるために掘り起こされた。現在、レキシントンの骨格は、スミソニアン博物館の哺乳類の進化のコーナーに展示されている。 現役最後の競争からちょうど100年経った1955年、アメリカ競馬名誉の伝道博物館の最初の選考で、シチボストン、ソソフ、サー・アーチィーラと共に選出されている。歴史ン,ンは種ボバとして成功する産区も少なからず送り出したが、そのサイヤーラインは低迷し20世紀初頭にはほぼ消滅した。血統研究家の調査によれば、 レキシントン系の競争馬が最後に公式なレースで勝ったのは1969年で最後に出走したのは1990年である。レキシントン系最後の大馬だと考えられているのは1987年に生まれたコンカーリングエルクで性別を問わず最後に生まれた馬だと考えられているのは1989年生まれのサキュデスノートという品馬である。 不景直系子孫は耐えたものの、冒険で、歴ントンの血を引く、競争馬は珍しくない。例えば繁殖品馬のムムタズマハルは、マームードや、ロイヤルチャージャーや、ナスルーラなど著名なュボバの祖先にあたるが、ムムタズマハルの祖母の父がアメリカス、そのさらに父がエンペラー・オブ・ノー・フォークで、そのさらに祖父が歴ントンである。タネ・ボバのネアルコは、ノーザンダンサーや、 前述のナスルーラなど著名なシュボバの先祖であるが、ネアルコのヒーバーバがシボラで、そのさらにヒーバーバの父がレキシントンである。19世紀末にレキシントンの血を引く競争馬がヨーロッパに渡り、そのうちフォックスホール、パロールなど南東家が大レースを制した。だが、レキシントンの決闘中には、ゼネラルスタッドブックに遡れない馬の血が含まれていたため、 イギリスでは20世紀初頭に設定されたジャージー規則によって排除された。この規則は後に、レキシントンを母方に持つトールビヨンなどの活躍で撤廃され、レキシントンもサラブレッドとして認められることとなった。ノーフォーク他当時の大レイスカチウマ多数、当時のアメリカ三冠競争カチウマだけで十数頭。種ボバとしてアメリカのセントサイモンと称される活躍を見捨てた。 レキシントンであるが、デビュー前に生産者のエリシャウォーフィールドによって、虚勢されかかったことがある。ロープで縛られ横倒しにされたレキシントンは虚勢される。寸前で、ロープから脱出することに成功し、その際に虚勢を施そうとした人物を負傷させたため、虚勢は中止となり、難を逃れた。レキシントンのサイヤーラインを遡ると、ヘロドの孫で、 1> 第1回のダービーステークスを制したダイオメドがいる。ダイオメドはイギリスでの種ボバ成績が冴えずアメリカへ輸出されたがアメリカでは大きな成功を収めた。父のボストンはアメリカでリーディングサイアーを3度獲得した主を馬である。なお、ボストンもレキシントンと同様主ボバ生活の最中に視力を失っている。ありがとうございます。